はい、皆さんこんにちは。今回は、この 1.6 ミリの鉄板、いつもこの鉄板をカットしたものでバーベキューとかしてたんですけども、平らな鉄板なので、油がこう垂れ落ちちゃうということで、この少し両端を、曲げてみたいと思います。
一応曲げれました。あとこの角を溶接したいと思います。溶接棒は、スターロード B3、1.6 ミリの溶接棒です。電流、一応50アンペアでやってみたいと思います。ちょっと電流下げまして40アンペアです。ちょっと穴が開いてたので埋めます。はい、四角い、鉄板といいますかフライパンみたいな感じですができました。取っ手はないですが、もうこういうので挟むということで、いきたいと思います。はい、それじゃあ、この作った鉄板を使ってみたいと思います。
ベーコンエッグとパンが焼けました。いただきます。ごちそうさまでした。はい、今回は、1.6mm の鉄板をフライパン風に加工して、使用してみました。ご視聴ありがとうございました。